初見さん漢言質問漢言投げせるスパチャー大歓迎来るものは拒まずで、えー、お送りいたしますパーカッションのワークショップ高文がお送りしますよろしくお願いしますこういうフォームを作ってみてほしい、えー、今からやりたい動きはこういう動きをしますこの4本指がですねこうはたく翻すように前腕をくるくるくるっと回して右左右左右左と こう触れるようにちょっとこうブラブラ動かしてみてほしいでこれができるかどうかっていうのを確認していただきたい多分今までね人生でこんな動きをしたことないと思うんだけども <laughs> この動きを使うんで要はそのパンデロ持った時にまあ今回これ触れるっていうことが一つなんだけれども振るのと同時にこっちもこう迎え撃つっていうかこう振ったタイミングにこう合わせる必要があるわけね でそれが、まあ、要するにこ,こういう運動なわけなんだ。なのでちょっとこう近づけてはいこういう拍手をしていただきたい。今こう振ってたのをだんだんこう近づけてね、えー、右手4本指で左手の手のひらを叩く左手4本指で右手の手のひらを叩く叩く叩く。叩く ちゃちゃ <laughs> 地味 <laughs> 最初は意識してこうかなこうかなこうかなって確認しながらやってもらっていいんですけども当てる感覚が分かったらちょっとこう力を抜いていって楽にちょん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 とやはりこう入れ子になるっていうことだね。 えー、各自ですね自分が楽にできる速さスピードでちょん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 とやってみてくださいこれは実際その楽器がない環境でなんか練習したいなと思った時に使えるかなと思いますいこの <laughs> この構造この運動がこれこのままこうパンデールになりますんで,で今しれっとやってるのはこの、えー、前腕のね上の上っていうか親指側の 骨をこう回すことによってですねこの手のひらをこうプロペラっていうか翼みたいにこうはたいてるような動きなんですねでこれはまあ他の何のどんな楽器でも使えるテクニックなんで知っておいて損はないかなと思いますでこれが例えばこうピーンとねあの伸ばしちゃってるとこれ回してもはたけないじゃないですか この前腕いくら回してもこ,れがこの手ではたけないとだからある程度こうぐにゃっとだれてる方がはたけるわけねなのでまあフォームとしてはこう限りなく楽な状態っていうか緊張させずに楽にダランと落とした状態で軽くこうこの上の骨を振ってあげるとこの 指から先がプロペラみたいに回すことができるよっていう運動を今までやっておりましたここ重要ここめっちゃ重要手首を振ってはいない手首は全く使っておりませんこの動きっていうのは手首動かしてないんですよ単に手首が動いて見えるっていうだけだったらいいんだけれども要するに手首を動かすってこういう感覚だと思うんですよ こう動かしたり、まあ、手首っていろいろな方向に、ね、動かせると思うんだけど手首を動かして振ってるのではない手首は動かしませんどこを動かしてるかって言ったら骨を動かしてるんだけどこのこの骨、まあ、さっきからこう張ってる骨ね骨を動かすことによってここは先が動いてるように見えるっていう話なんですここは動かしてはいないんですねだからさっきからずっと何をやってたかっていうと 限なくほぐしてここ振った時にこっちがこう動いてくれるっていう状態を今まで作ってたわけね。楽にっていうねその定義も難しいんだけど、えー、自分の感覚で <laughs> 消費電力5%以下っていうかねずっとこれが続けられるよっていうくらいのふんふんふんふ,んふんみたいなくらいの状態ですとかこう手が張ってしまうとか痛いとか。 これ長時間続かなそうっていうやり方は何かどっか間違っているか自分に合っていない可能性がありますそれか僕の説明をえどっかで取り違えてしまって自己流でやってしまっているっていう可能性がありますのでえとにかくその自分的に楽にできているかっていうのを判断材料にえその合格ラインにしていただければと思います楽に触れれば OK 左手の回転、えー、持ち手の回転は、まあ、今日集中的にやったんでよく分かったと思うんですけれども右手も同様ですね今こうやってた最初にやった動きっていうのをこれこのままエネルギーっていうか遠心力にしてこれでベースをこの回転力を使って鳴らしてあげると、まあ、比較的こう大きな音というか スピード感のあるパワーのある音が鳴らすことができますだからこのベースを鳴らす時も頑張って「えいえいえい」ってやらずになるべく楽に鳴らせないかっていうことを考える楽に動かして意外とこれ鳴らせるぞというエネルギーを使ってやるといいかなと思います